英語本格的に勉強してみる。なんかさ、英語の勉強の仕方で英語で日記をつけるといいっていうのを見た。Today my stream であれなんて書くんだろうってわかんないって思って調べると結構な,なんていうんだろう、ね、覚えやすいって書いてあった。英語の曲歌うといいって聞いたことある。ああ、あでもそれで言ったら中国語の曲をちょっと覚えたら単語を覚えた。なんかねキズナアイちゃんとかも歌ってる。シュエーマオー ゃなんだっけあの「おめいちしゅえまじゃう」「いちみゃ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 」「おめだたたらら」っていう曲があってあと「ジェイクはピンク」「ちゃっちゃらちゃっちゃらら」「ちゃらら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  シャンドティンダココシャンドティンダコラってやつあヨーデンティンそう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 花澤香菜さんが歌っててそれで知った私はで聞いたらすっごい人気な曲なんだってウォシュミケランチェロチャララチャララララララチャチャチャ,ャンチャラ,ララってやつあとあとハオシャンニーって曲が好きハオシャンニー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 ジョジョゴハオシャンニーっていう <laughs> 曲があってそれがその「ハオシャンニー」って言葉をずっと繰り返してるからすごい聞き取りやすかったのそうそれがねなんか MV が女の人がいろんなところでなんかギター弾いてるみたいな MV でねすっごい可愛かったんだよ。